にちは。行政書士で総裁カウンセラーの OK です。今日はこのチャンネルのタイトルにもなっている寺と法とお金全部に関わるお話をしていきたいと思います。電子書籍で瞬間出家っていうのを出したんですけれども、Amazon の Kindle でしか置いてないんですけれども、こちらの帯の方にですね、聖よ日本の闇を切り開けっていう言葉を書いてみたんです。この聖っていうのがまさにこのチャンネルでいつもお伝えしているお天道様が見てるって思えるような人を増やしたいっていう意味と同じでして、聖っていうのがつまりそのお天道様が見てるっていつも思ってるような感じの人だと思っていただければいいと思うんですけど、今日のお話はこのチャンネルで一番よく見られているズーム下暗号っていうのがあるんですね。夏っていう字に暗挙って安いっていう字に居座るっていう字を書いて暗号って読むんですけど、お坊さんの世界の言葉で雨の時期、この今の梅雨の時期とかにですね、インドの方でお坊さんたちが集まって、虫たちを踏みつぶしちゃいけないからって言って、木の下とかに集まって修行をずっとされているっていうことを暗号って言うんですけど、日本でもやっぱりその暗号っていうのをされている宗派もあるんですね、こういう季節に。で、それにちなんで、自粛の期間に暗号っていうのをやってみようみたいな、家にみんながこもってるっていうのがそれに掛け合わせられるからっていうのでやってみようっていう企画だったんですけど、知人の東さんというお坊さんがですね、やってみようよって声をかけてくださって、で寺院消滅の鵜飼さんと私がそれに乗っかって第1回目をやったっていう感じで、好評をいただいてるんですけれども、その鵜飼さんに対してそのズーム下暗号の動画に質問が来たんです、光さんという方から。ただその動画の下の説明が全然見られていない感じなので、もったいないなと思ってこのコメントを紹介する動画になっております。質問の内容を読んでみますね。大変有意義な時間をありがとうございます。一つ質問なんですが、大きなお寺の閉める開けるの事情は分かったのですが、というのは鵜飼さんは京都にいらっしゃるので、京都の観光寺院がこのコロナの自粛の間閉めてたか開けてたかっていうお話をされたんです。でこれはちょっと解説です。鵜飼さんが副住職をされているお寺は実際どういう対応をされたのか、またコロナウイルスの問題が起こってからどのような活動をされたのか教えていただけたら幸いです、というご質問だったんですね。これに対する鵜飼さん の答えがものすごい素晴らしくて、まさに聖のお寺だなっていう感じだったので、ぜひ見てください。じゃあそのご回答ですね、すごい長いんですけどちょっと聞いてください。うちの寺の三門はそもそも365日24時間空いております。三門の前にイノシシなどの小動物が越えられない程度の柵はありますが、鍵はかけていません。お参りの方はお入りくださいと4カ国語の小さな看板をかけています。たまに深夜に人が入っていてびっくりすることもあります。よく泥棒に入られます。ちなみに私はどうかとも思うのですが、父はご住職ですね、は泥棒に入られても通報しない主義のようです。ご本尊だけは盗難に遭うと責任問題なので本堂の中だけセキュリティをかけていますが、それも夜間のみです。イノシシや鹿が入ると苔の庭がむちゃくちゃになるので最小限の対策だけはしていますが、他は何もしていません。それは緊急事態宣言後も同じです。基本的なスタンスはコロナ前後で変えておらず、法事も来客も来るものは拒まず、来ない人はそれでそれでそれはそれで何も言いません。私自身の生活も何も変わっていません。外に出たいときは出ますが、そもそもイベントとかスポーツなどの熱狂が大嫌いなので人の多いところに行くことはないです。ですのでコロナの活動についても自分がプロとしてできること以外は能動的にはやりません。つまり執筆講師のみです。誤解を恐れずに言えば、コロナの騒動も熱狂として見ているので正直どうでもいいというか辟易しています。人は誰でも病気になるし死んでいくのですから。コロナを人に移すなとか言う人も多いですが、これは差別排除主義の裏返しであり、どうかと思います。マナーとしてのマスクはしますが、基本はしたくないです。ちなみに手洗いやうがいはコロナ以前から徹底してやっていますので、私は感染症にかかったことは今まで一度もないです。政治や医者やマスコミの意見はそれはそれとして、私は私で考えて行動することが大事だと思っています。余談ですが、コロナがいいきっかけだと思って遺言を書けばもっとスッキリするかなと思ってペンを取りましたが、遺言に残すようなことが一つもなくバカバカしくなってやめました、と。こういうご回答をいただいております。はい、今のご回答を読んで私はね、もう本当になんかこういうお寺が全国ほとんどであれば、誰もね、お葬儀にお坊さん呼ばなくていいとか言わなくなるのになって思ったりしたんですけれども、ポイント3つ、ご説明したいと思います。まずこれですね、誤解を恐れずに言えば、コロナの騒動も熱狂
ていうこと、人は誰でも病気になるし死んでいくのですからっていう、この言葉ね、本当にお坊さんから聞きたかったですっていうことなんですよね。まあ、決してね、その闘病で苦しんでいらっしゃる方とか、病院で看護とかに携わってらっしゃる医療関係者の方とかをないがしろにするってことではなくて、その方々は尊重しながらも、でも関係ないところで、何もその恐れすぎることはないというか、まあ、その、あれですよね。第2回ズーム暗号のテーマにもなってるんですけれども、例えば、自分がちょっと、もう病気になってるって分かっているのに移動してしまった人に対する、誹謗中傷とかすごかったですよね。で、そういうことも、あなたがかかるわけじゃないよねって落ち着いて思えば、そういうことなんですよ。一人動いちゃったっていうのはちょっと遺憾ではあるけれども、でも、それ致し方ない事情があったのかもしれないし、まあ、人はそれぞれのご縁で動いてますからねっていうこともあるので、あそこまで熱狂してね、ツイッターとかで炎上することはないだろうって思ったり、私もした次第なんですけれども、まあ、こういうことなんです。お坊さんはやっぱり世の中の情勢、マスコミとかが煽る方なんだったらその対極にいて沈める方ちょっと落ち着こうよみたいな風に、世間の頭の中をこうガラッとこう大転換させてくれるのがお寺の役割じゃないかなっていう風に思うんですね。だから法要が減っちゃって大変だとか、経済的に苦しいとかっていうお寺さんが非常に多いんですけれども、そうお金のことばっかり考えるっていうよりは、もう人の頭の中を転換させてくれることで経済活動が明日からすっきりできるっていうような、お金を増やす側の方の転換をしてくれるのが宗教団体、宗教法人であってほしいなって非常に思うんですね。それから2つ目です。これ本当にそうですね、政治や医者やマスコミの意見はそれはそれとしてって前置きされた、そこがさっき私が言ったような、その現場で本当に苦労されている方のことはまあ尊重してっていうことですよ。で、私は私で考えて行動することが大事っておっしゃったんですね。これがもうまさしくもう仏教の根本テーマでとも言える自頭妙っていうことなんですよね。自分がいいと思うようなことを選びなさいっていうことですね。お釈迦様の最後の五輪中の前の時のご法話の中に入っている言葉なんですけれども、まあ、師匠が言ったからとかお経本に書いてあるからとかっていうことよりも、まず自分がどう感じてどう考えて何がいいと思っているのかっていうことが大事で、噂に流された上で自分がどう行動しちゃうっていうのは、それはちょっと自頭妙とは違うので、自分をまっさらにした上でいいって思うことをやる。だから座禅とか瞑想とかするんだと思うんですね。まあ、お念仏を唱えたりとか、そういうことをして、何にも煩わされずに、いろんな雑念を捨てた上で選ぶっていうのが、お寺の教えてくれるべきことだと思うんですね。あとこの最後ちょっと気になるフレーズでしたよね。ご住職は泥棒に入られても通報しない主義っていうんですけども、これ本当にね、いいお寺だなって思いました。私イスラム教の友人がいるんですけれども、イスラム教のモスクではね、賽銭泥棒っていないんだよって聞いたことがありまして、賽銭箱に入ってるものはそもそも困った人が自由に持ってっていいお金であって、そのモスクに対する収入ではなくって、誰かに恵むためのものだから別に取られてもそれはいいんだっていう話を聞いたことがあって、とっても感動したことがあるんですけど、まあ、一方ね、日本のお寺の場合はお賽銭箱自体が大きくてとても古いものなので、賽銭箱ごと持っていかれちゃうとそれを作るのに何百万かかかるっていうね、その中身のことじゃなくて賽銭箱を持っていかれちゃうとすごい損失だよって話は別個にあるんですけれども、まあ、それはお寺の真実ということで、とりあえずですね、この精神、すごくいいなって思いました。もう昔、やっぱりね、お寺はみんなこうだったと思うんですけれども、今ほとんどね、ないですよね。例えば、行き場のないお骨を、時々、お寺の山門前に置いていく方がいらっしゃるそうなんですよ。で、昔はもちろん、多分、ご葬儀とかあげる、経済的な余裕がなかったから、でもそこら辺に置いとくわけにいかないから、どうかここに置いていけば独居だけはしてくれるだろうってことで置いていくんでしょうけど、その気持ちを汲んで大概の和尚さんはもう無償でそう独居してお悔やみして、でそのいわゆるね、その永代供養のスペースというか、昔は無縁墓といったどこのお寺にでもあるそのもうご縁がなくなっちゃったお墓ね、縁者が誰もいなくなっちゃったお墓をまとめて合葬するようなスペースに弔ったっていうふうに聞いてます。で、私の友人の僧侶にもよく聞くんですけれども、
私がやってる任意団体の人並みでよく常連で来てくださるような方々はみんな来て、もし預けられてたら無償で同居しておくよっていうふうに今でもおっしゃってますから、そういうお寺は今でもあるんです。で、本当にこの泥棒に入られても通報しない主義っていうお寺も稀ですけどあるだと思うんですね。だけどやっぱりほとんどのお寺さんは骨壺が預けられてきたら警察に届けちゃうそうなんですよ今はね。だからその違いですよね。その宗教意識、宗教なのかその一個の建物を管理している団体なのかっていう感じになってしまいますよね。もし管理している団体なんだったら、それはお布施を包まないで独居をお願いされたら、それで儀礼をやってたら無償の人ばっかりがたくさん来たらこのお寺潰れちゃうよねっていうことなので、そこがねお寺とお金の難しいところなんですよ。本来はこうあるべきと思います。だからといって鵜飼さん のいらっしゃるお寺を探してですね、泥棒に入っちゃダメですよ、お天道様見てますからね、というお話でした。ありがとうございます。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。乞うご期待。